二頭筋使われてない。羽賀くんがベンチプレス弱い理由は胸じゃないよと。下ろすときに全然耐えれてない。ベンチを下ろすときに二頭筋使うんだけども、羽賀くんは二頭筋が弱いからベンチプレスを下ろすときに耐えることができないんだよっていうアドバイスをいただきまして、本当にそういうこともあんのかなっていうちょっと疑問が生まれたので、ちょっと相談させていただきたいのと、二頭筋が弱いです。なので、もっとでかくするような種目教えていただきたいなと思うのですが、まずベンチプレスに関して二頭筋って使われるんですか？二頭筋確かにベンチプレスで使われます。ある程度ベンチプレッサーとして、まあベンチプレスずっとやってる人は分かると思うんですけど、こう下ろすときに確かに二頭筋がちょっと使われてるなっていう感覚あるかと思います。で、筋肉の機能としても、腕をこう後ろからこう前に持ってくるとき、この時に二頭筋で使われるんですね。これベンチプレスと同じような動きになりますので、確かに二頭筋使われます。ただ二頭筋が使われるからといって、そこが弱い原因かと言いますと、まあ、例えばじゃあベンチプレスをずっとやってて二頭が筋肉痛になるかとなりますと、じゃあ筋肉痛になるんだったら二頭筋弱いということになりますよね、うん、あるいは二頭筋がすごいパンプするということだったら二頭筋とても使われてる。あともう一つ分かりやすいのが、例えば胸のトレーニングの次に二頭をやって上がらないのかどうか、これがあんまり変わらないのであれば、そんなには二頭筋使われてないということになります。まあ、逆にベンチプレスの後にカールやっててんで上がらないということでしたら、二頭筋その人は使われてるということなんですが、おそらくそこまでは使われてないんじゃないかなと思います。ただまあどちらにしても二頭筋鍛えておいて、ベンチプレスにもちろんボディビルにおいても損はないと思いますので、二頭筋はちゃんと強くしておくことは大事かと思います。ありがとうございます。僕去年の日本クラス別のボディビル終わってから、いろんな人とコラボしてきたんですけど、腕とかってみんなバラバラなんですよね。一人は重い重量を扱いつつ普通にストレートセットで終わる人、もう一人はジャイアントセットで痛くて動かなくなるまで永遠と続けるような人、どっちもみんなでかいんですけど、結局どれをやればいいんだっていう、ちょっと今頭の中で結構迷ってまして、結局のところどういうのやればいいんだっていうのはちょっと今疑問がありまして、まず高重量か軽い重量かということなんですけれども、うん、どちらかというと軽めの重量に二頭筋反応しやすいということが分かってます。ただこれってもちろん研究ですので、いろんな人の平均値なんですね、うん、ですのでボディビルのように本当にもう極めるような場合は、自分にとって合った方をやっていくしかない。ですので高重量が合ってる人は高重量、軽い重量ではハイレプスの方が合ってる人はそちらの方でやるということなんですけれども、自分の考えとしては両方やる、合っていない方であっても新しい刺激として入れていくということが大事。ただですね、高重量と決定重量同じ日にやってしまいますと、その両方をやるってことに体が逆に慣れちゃうんです。だから軽いのでやる日、重いのでやる日ってのをちょっと分けてやっていくということが大事で、まあ、もちろん重いのでやったり軽いのでやったりっていうのはあると思うんですけれども、それまでにやったことのないような刺激を与えていくということも結構大事ですので、まあ、今回ちょっといくつか種目を紹介したいと思いますけれども、普段やったことのないような新しい刺激を与えていくということが、まあ、二頭に限らず必要になってくるんじゃないかなと思います。